はたくさんの歌が溢れてるのに、私はなぜ歌おうとする？君はもうたくさんの人に好かれてるのに、どうしてまだ足りないと言うの？ほら猫の言葉も、ほら猫の歌も、新しいのなんかはないでしょ。でも君の声で、君の表現で、聞くことに意味があるよ。聞き飽きた言葉だって、君が言うとなぜか嬉しくなるよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。そいつがめっちゃムカつくの。なんかこんな曲じゃダメだとか、こんな曲じゃ売れないとか言ってさ、音楽の何がわかるわけ？彼女の名前はルナ。音楽が大好きでロックバンドを組んでいる学生。会社にスカウトされデビューの道を模索中。ねえみんな、これ知ってる？この人この人この人、ブルース・スプリングスティーンって言うんだけどね。この人はめっちゃめっちゃかっこいいの。こういうこうロックな、こういうこうなんかこう脳を走り抜けるような音楽を書きたいわけ。あれめっちゃいい曲なんだよ、知ってる？ねえみんな聞いてんの？聞いてるよ。あいつらはさ、音楽のことが分かってないわけ。でも新しい曲書かなきゃ。どうしようかな。はあ、何もしたくない、一日中踊っている。何もない、何も知らせないで、私という宇宙にいる。何もない、何もしたくない、邪魔しないで踊っている。窓の外は騒がしで、部屋の中宇宙がある。みんないい曲できたよ。ちょっとうるさい、何時だと思ってごめんなさい。いつかライブ行きたいな。外に出れるようになったんだけど。なんて書いてあるって？誰なんだよもう。みんな外に出たら何したい？私はただ仲間に会いたい。早くライブしてー。私はね、もう普通でいいの。普通に外でご飯食べたりさ、普通に友達と会ったりさ、なんか服とか買ったりさ、メイクしたりさ。でもほんと、いつ外に出れるんだろう。私の計算だと、3ヶ月は出れないわね。今数字で全部計算したの。閉じ込められたのが4日前だから、こう計算して、この中の誰かにすごい秘密を握ってる子がいるとか？だっておかしいもん。なんで私たちがこのリモートの中にいて集められたんだろう。私たちはまだこの先に起こることを知らなかった。